はい、こんにちは、グダタミオです。始まりました、ソニーパークにて、カンタビレインザパークのお時間でございます。今日はまた2回目ということで、違うタイプの曲を、準備しました。今日はちょっとテンポがアップで、体力的にしんどいような気がしています。そして昨日、私事ですけど、某ユニコーンの撮影がありまして、某スポーツをちょっとやったんですけど、そのダメージがすごく残っています。まずドラムを取ってベース取ってギター取って、今日の予定はドラム、ベース、ギター、ギター、ギター、パーカッションというかで、そこでちょっと頭で考えてキーボードをやるかどうかで、歌ですかね。ドラム行きましょう。曲の長さはこの間より短いもんね。3分半ぐらい。3分ちょっと。3分ちょい。じゃあ行きましょう。
なんか後半抜けたよ、いろいろ息止めてたもん最後の方。まあ、大体大丈夫ですけど、後半、まあ、間違ってはないけどな、あーってなるかな、このまま OK にしたら。エンディングの前のフィルからやっていい？途中から行く？そっからいい。そっからこれこっちに戻るのは戻れなかったですよ今。おい、はい、空振りしました。大丈夫だろう。はい、ドラム終了です。さあ次ベースに行こうと思います。すいません、これが最後まで続かん気がするのよベースが。普段あんまりやらないこの、まあ、ドラムはね8ビートでしたけど16ビートの曲ですね今回。そういえば譜面のこと言うときも忘れましたね。皆さんのところに譜面があるかと思いますけど、全然多分わからない。コードがほとんど変わらないので、コード3つしか使わないんですけども、ソニー2っていう曲です。全国のちびっ子たちも見れるのかな。イントロが8小節で D のコードでありまして、まあ、そのままの流れで A メロ行ってイントロ戻る。 A が8小節行ってリピートマークがついているのでもう8小節戻ります。お分かりですかね。で I イントロ、またイントロ、これイントロ2、今度は4小節で、次下降りて A の2、これはさっきは8小節かけ2でしたが、ここは8小節だけで B に行きます。今度は G にコードが変わります。で8小節、そんでまあ C もまた D しかコードはない。これが8小節あったらソロ G、 ドラムでさっきあのハイハットからトップシンバルに行ってたところですけどね、ちょっと派手めな。そこが、4小節でリピートマークがついてますので8小節ありまして、でコードが D に戻って4小節あるところの今度 DS っていう、分かりますかね、今ついていけてます。 DS マークがあるので上に戻って A の2っていうところに謎の S ちょんちょんみたいなマークがあります。そこに戻ります。つまり A メロに戻るんですが、 A メロも半分8小節で B に行きます。で B の後また C に行って8小節行くと、今度はコーダマーク、 OT マークの変なやつが現れます。コーダマークはどこにあるかというと、その3段下のもうほとんど俺の手書きなので書けてない、なんかショッカーのマークみたいになってますけども、OT マークじゃない、いやコーダマーク、ここで C の2というところに4小節飛んで
さっき何かもやりな何度もやり直してたエンディングのところに行ってジャーンと、これであの譜面が足りなくなったので1小節足されてますけど、最初のドンだ最後のドコンだけということになってます。お分かりでしょうか。テンポが速いそうで、そんなには速くないんだからね、あんまり突っ込んじゃダメだから。これ忙しいんで、本当はこういう曲が、あのなんていうの、分かりやすいあのフェンダーのフレベだとかジャズベだとかそういうのが向いてると思うんですよ。でしかも指で弾くみたいなね。まああのあいつ浜岡本とかがやりそうな手口それはやっぱ専門家じゃないので、あれプレベでやると僕多分1曲持たないんで、ここはフレーズを選択してあえてこの短いやつにさせていただきました。ギターのように弾けるベースということで、はい、音は本当はあっちの方が良かった。でもまあそれはこれはこれで味があるんで、またそれは別の世界になると思われます。それからここに来て、これギターアンプですけど、実はこれギターとベースって分かれてまして、ベースも使えるようになっております。ベースって大体ライン録音、ベースってアンプだけでやることは実はそんなになくてですね、大体ラインで撮るんですよ。ラインとアンプと2つ撮って混ぜるみたいなことよくやって、なんなら卓録ではラインだけでもいいです。ラインだけ、アンプなしでラインだけで、ラインだけっていうのがね DI これこれかカントリーマンでしょ、これ有名な、これ DI って言うんですけど、これに直にベースを挿して、こっから録音する方に行くとインピーダンスというものが補正されて、ギターをただあの録音の穴に挿して撮るとインピーダンスっていうのが変なんです。録音はできますよ、だけど変な、ちょっと細くなるんです。本当はここでインピーダンスを調整してから行ってラインで撮って、ただ卓録とかだとそれを例えばプラグインとかでちょっとアンプっぽい音で変えたりする、うん、でも普通のバンドで撮ったりするときはここからラインとアンプとに分かれてこいつはから行くんです。今そうなってるんですけど、でアンプの例えばこれがちょっと歪んだ音だったりして、それと出ますか1個ずつ、ちなみにこれどっち、これライン、ライン、これラインです。ただ挿してこのインピーダンス調整挿しされた音、はい、そしてアンプのこれの音、これアンプ、ちょっと濁った歪んでますマーシャルの音ですね。で混ぜる、それを混ぜますがこれか、その混ぜはもう好きなようにで、だいたいベースは録音します。お分かりでしょうか、はい、まあ、一応うなずくしかないと思いますけどねうんうんっていうしかない。最後これはユニボックスという日本製の、まあ、ミディアムスケール、まあ、なんならショートスケールに近いベースです、弦はツルツルの方です、フラットワウンドです、ラウンドワウンドだともっとギャイギャイって言いますけど、フラットワウンドなので、なんかテペ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 、ギゴギゴって言いません、テペテペテペです。そしてこのピックアップは2個ついてますが、真ん中です、両方出ている状態です。片方だとこれトレブリーでこっちです、こっちだと
まあ、丸い太い音です。でセンターにすると、あの両方出ると何がどうなるかっていうと、なんかこうなんていうんですかね、まあポール・マッカートニーのベースの音、みたいな感じが出ます。センターですよね。だから割と僕はピックアップがこうやって2個あって切り替えができるベースが好きです。まあポールの音に憧れてるのからかもしれないですね。はい、でこんな曲なのに真ん中でやります。ちょっとミュートもしましょう。じゃなくてここでしてます。さあ行きましょうか。ベースこの工程が今日の俺的には今日のピークだな。行きます。やっぱりダメだった。イントロ最初に気合を入れすぎたタッチで行ったから、
途中で無理だってなってちっちゃくなったぞそしてまあいいや直しますよ。これもう一回やれば無理ですよ。もう熱いですもん、ここが。はい、そう、絶対これのせいなんだって昨日あのサドンデスが何回もあるからよすいません、ちょっと直しますね。サビるとこね、 C？ そう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 、だからこのデデデデ、こっちに戻られる、全編戻れてないんですよ。そこを直しましょう。はい、じゃあ B から出しますね。はい、ソロ12つるっとやらせていただきたいと思います、はい、それでどう？また戻れてないのかな？そこから聞きますね。うん、全然ダメじゃんもうやれよ最後まで。もうそこからB から。B から。最後まで。やっぱベースかかると思った時間へ。最後まで行く。はい。はい。ちょっとこれはこれで、いや楽しいは楽しいから、俺は。おい。ただついていけないだけで。はい。だけ直しはできてるだろう。多分。はい、ベース終了です。ありがとうございました。ああ、次ギターです。